皆さんこんにちは、 FX トレードルームへようこそ。ヒロピーです。小山です。まずはジョルツ求人件数から解説していきます。はい、こちらですね、アメリカの雇用の、動向を示すデータで、まあ、地効指標にはなっております。毎月公表されます。はい、そして5月の、ジョルツが発表されました。前回より、少し良くなって、予想よりもかなりだいぶ上でしたね。814万件という、求人件数だったそうです。はい、耐久財とか、そのあたりが伸びて、ホテルとか観光業とか、そこのあたりは少し落ち着いてたという状況ですね。はい、ただこれでまあ相場ちょっと下がったんですけど、あっという間にドル円は拾われたという状況になっております。はい、続いてのトピック、ユーロ圏の、物価の指標になります。 HICP、 日本やアメリカでいうと、消費者物価指数 CPI と同じような指標になっています。はい、こちらですね、コアの方がかなり上がってきているということですね。はい、なのでカナダの物価も、少し上振れてるんですけれども、オーストラリアもそうですし、そうですね、ちょっとやはり利下げしたエリアが、1段階利下げしたエリアがぐっと上がり始めている傾向が強いなと思います。まあ、スイスもね、前月比ベースで上がってきてるので、やっぱりここで気を緩めると上がっちゃうんだなっていうような印象を持ち始めましたね。ラガルド ECB 総裁、将来のインフレについては不透明感がまだある、十分なデータを収集しインフレが目標値を上回るリスクは過ぎたと確信できるには時間がかかるとコメントされております。はい、一応市場の予想では ECB はあと2回利下げをする見通しにはなっておりますね。なさそうな気がするね。そうですね、そんな雰囲気が少しずつ出てきております。はい、仮に2回下げちゃったら多分 4% ぐらいに戻っちゃうんじゃないかな。そうです、 3% 台中盤ぐらいは余裕でいくでしょうね。そうですね。はい、なので、この後ドル円とともにユーロの、チャート分析も行っていきたいと思います。はい、はい、そしてパウエル FRB 議長ですね、やや高鼻発言になりました。 ECB フォーラムというところのパネルディスカッションで発言されております。アメリカの経済は力強く労働市場も強いことから、我々は時間をかけて正しく対応することが可能、前回のインフレ率データを鑑みてディスインフレの軌道に戻りつつあることを示唆している、最近見られたようなインフレのデータがさらに続くのが望ましいということで、まとめるとデータ次第だよというような発言をされてるんですけれども、もっともっとデータを見て目先何か政策を動かすような発言はなさそうでしたね。はい、そして、これらを見てチャート分析を行っていきます。はい、ドル円30分足出してます。アセンディングトライアングルをつい先ほど抜けてきましたね、2時半頃本日。はい、そして、トレンドラインまで戻るとしたらここかな、あと161円の560銭ぐらいですか、この今晩ですね。そして23時に ISM 非製造業景況指数がありますので、もちろん指標が良ければ上がるかもしれませんね。悪ければ下がって、下がったところを拾うとまた V 字で戻すような、なんかそんなような相場が来そうだなとぼんやり考えてます。まあ、ここ最近ね、もう基本的に円売りでドルも強いので、指標で下がったところを買っておけば今のところ勝率 100% になってますね。そうですね、はい、ここ平行チャンネル引けそうですね。よっ、こんな今リズムでも同じく上昇しておりそうですね。そうですね、まあ、じゃあターゲットは162円の、そうですね、3,40銭ぐらい上値のめどに、そして反落してまた161円のミドル買ってっていうような、まあ、単純ですが、単純作業になりますが、まあ、そんな値動きをしてこのリズムを一定値幅で維持しながら徐々に徐々に上値を切り上げていくのかななんてのをぼんやり考えてます。ちょ、今日オプションカットありますね、162円です。はい、で前回161円乗せた時に一度売られたので、162円乗っかって、まあ、追いかけて買う必要もないのかなとは考えてたりはします、はいはい、ただまあやっぱり ISM で今日下げたところは拾って2円乗せたら一旦逃がれるっていう動きは一番出やすいのかなと考えます。はい、ちなみに今週のレジサポラインはこちらですね。はい、しっかりワークしてるので、仮に161の25ぐらいを割り込むとちょっと下落大きくなりそうですね。161円ぐらいは普通に余裕でタッチしそうです。さらにここ割れるのであれば、そうですね、160円台の
7080ぐらいまでは下げそうな気もしなくもありません、ちなみにフィボナッチをここから、先週の安値、際立った安値ですねから引いてみて、半値押しがですね161円の10銭なので、まあいかにもありそうなポイントですね。その下が160円の90銭、まあつまり160円をちょっと引っ掛けて下髭でヒュンと戻るようなマーケット、まあそういった値動きも予想しながら戦っていくといいかもしれませんね。160円の90銭みたいなの中途半端ですけどありそうだなと個人的には考えてます、うん、高値から1円なので、はい、まあ、仮に雇用統計の発射台このあたりだと、うん、まあ、安値の目処としては良さそうですね、はい。まあ、あと明日独立記念日なので、まあ、高値更新はないかなと思うので、まあ、そして木曜日ってこともあり、サップがたくさんもらえることから結構円高に振れやすい曜日ですので、まあ、逆に明日は押し目買いのチャンスいろいろあるかもしれませんね、はい。そこを注目して、あわよくばこの161円前後で、拾えるチャンスがあったら僕は拾おうかなというふうに考えてます。はい。そして、広瀬通商のライオン FX でマーケットのポジション動向を見ていきましょう。はい、はい。こちらのですね、分析をして、価格帯別ポジション数を押します。赤が買いポジション、ブルーが青ポジションで、現在の価格上下1円50銭まで、表示してくれています。更新は3分になっていますね。はい。こう見ると、まあ、全体的にこう売り上がっていて、直近161円の80から2円手前までは、ちょっと買いが優勢になっているというような状況ですね、うん、なので、まあ、そこらほどまで多くないんですけど、やっぱり下がったところは売り手の買い戻しで底堅くなりやすそうだなと判断できます、うん、あ、せいぜい1円じゃないかな、こんなこのポジションの傾きで言うと。目先明日ですね、明日ぐらい雇用統計前までの調整は最大1円ぐらいのイメージで見ておくとよろしいかなと思います。特にこうトレンドもどん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 こう最終局面になってきているので、押し目がどんどん浅くなるというのが、まあ、トレンドの最終局面の、よく出る値動きですね。はい。そして再び30分に戻して注文動向を見ておきます。価格帯別注文数ですね、この濃い青が売りオーダー、濃い赤が買い、買い差し値、薄いのが、買いの逆差し値、ブルーが、売りの逆差し値となっています、うん、こう見るとまあ162円は一旦利食いたいなっていうオーダーが一番多いですかね。利食いと戻り売りが162円前後、損切りも前後なので、はい、まあ、もしかしたら今夜ちょっと上引いてピュンと、逆に ISM が良くて162円台 乗せて下落するかもしれないですね、うん、そうですね、はい。なんかこの162円前後の売り注文と損切り注文のこの具合を見ると、ISM 良くて上げたところを上髭で乗せて元に戻るみたいなのもありそうですね。そうですね、はい、市場で62円乗ったところはちょっと一度売れそうですね、うんうん、はい、はい。で、先ほどちょっと下髭つけたので、このあたりですね、161円の6円から70ぐらいまで、おそらく逆差しを入れたトレーダーが多いんだなっていうところ、うんうん、結構段差があります、うん、珍しい形ですね、はい、はい。そして先ほどユーロの話が出ましたのでユーロ円見ていきましょう。お、伸びてきたね、ユーロ円、はい、クロスがなんか今の時間伸びてるんですよね。そうですね、もう選挙の後、こんなに高値を更新するのは私は予想できなかったんですけれど、うん、まだまだこれは上値を伸ばしそうですね。そうっすな、はい。もう日足を見ても来てるね、ユーロ円も、うん、押し目ほぼないって感じですね。180円が見えてきた、うん、そうですね、この辺のような、なので、まあ、ユーロ円もこれもなかなか難しいですね、うん、ちょっとユーロドルにしましょうか。ユーロドルはねやっぱ変わってない、まあ、目先ちょっとドル売りになってるんでこの時間、はい。ユーロドルはまだレンジの位置を超えてないけれども、うん、押したところはすぐに買い戻されて反発していると、うん、なかなか下の買い差し値が多いですね、ユーロドルの方は、うん、ユーロドルは 1.0790 ぐらいとか 1.08 がフィボナッチの半値戻しぐらいだったかな、はい、冷やしぐらいで、なので上値行くとしたらそこ、目安ですね、 1.08 の手前、確かその辺から引っ張ったのが、うん、あった90か、はい、そこですね、はい。この
下の中、レンジの中を安値を切り上げていって、うん、いかにももう一度上トライしそうな値動きですね、うん、そこは売りやすいかもしれないですな。はい、サクッとポジション動向も見ておきますと、いや売り手が多いですね、うん、これは上がりそうですね。これフィボナッチ直近高値から引っ張ってみたものですけども 1.0790 ですね。ぴったり半値戻しがあるので、まあこの辺り目指して、今日明日今週後半はね伸ばしそうだなというイメージありますね。そこは止められやすいかなと思いますね。はい、まあ、そして日曜日またフランスのね決選投票でございますから、うん、それに備えた、まあちょっとリスク回避的なユーロ売りまた出るかもしれません。その後月曜日バイザルーマーで買い戻されるかもしれませんね。まあ、今週の月曜日からはバイザルーマー的な動きが出てるんで、一回もうちょっと消化しきってしまったので、まあ、個人的にはさほど出ない、まあ、逆にまたしっかりとユーロ売りが再開されるのではないかなと、来週以降ですね。そんなイメージも持ってます。まあ、これ見るとドル円も上がりそうだと、ユーロドルも底堅そうだと、うん、ユーロ円ロングが一番パフォーマンス出ますかね。実はね、うん、いいかもしれないですね。はい、はい、なのでまあユーロ円は175を超えて、78円とか目指す展開が介入、ドル円介入前で、ドル円が介入入るまでにあるかもしれないですね、うん、はいはい。そして金曜日アメリカ雇用統計発表がありますので確認しておきます。はい、アメリカの雇用統計の中でも失業率と非農業部門雇用者数が一番注目されます。今回ですね、前回非農業部門雇用者数が 27.2 万とサプライズの数字が出たんですけれども、今回予想 18.8 と前回通りというか落ち着いた予想になっています、うん、はい、はい、その他の指標大きく変わらない感じですね。これらを見てどのような結果が出た場合ですね、どういった動きになるのか、ヒロピーさんの値動きシナリオを聞いていきたいと思います。はい、基本的に極端に悪くなければ、多少の市場予想を下回っても、全部ドル円は上昇方向で書いてます。もう、先月先々月とアメリカの経済指標が悪くなったところは、ところどころ急落するんですけれども、結局全戻しというドル円の値動きばかりでした。そして7月に入ってからその動きは、まあ自分含めてですね、狙ってますトレーダー、そして今週の月曜日 ISM 製造業の発表悪かったんですけれども、もう瞬間で戻してしまったことを考えると、まあ、やっぱりみんな同じことを考えてるなっていうのをやはり再確認しました。よってですね、雇用統計が、多少なりとも悪かったところは全部買い場になるかなと思って、このような超強気予想を出させていただいております。まあ、当然市場予想超えだったら、まあ、上がるに決まってるでしょうというところで、もう何とも言えないんですけども、75から 1.5 円ぐらい、75ピップから150ピップスぐらいは上昇するかなというイメージです。で、市場予想通りでも、順調にですね、金曜日のニューヨーククローズにかけて1円ぐらいは、断続的に上昇するのではないかなというふうにも考えてます。そして一番、ありそうなのは市場予想を下回った場合も瞬間1円ぐらい最大下落するのですが、結局戻してきて、その夜、ニューヨーククローズでは、もしかしたら全戻し以上してしまうのではないかななんてのも思ってます。これ発車台が例えば161円だと、全戻しして161円困るぐらいに迎えると、うん、かなと思いますね。はい、はい、なのでざっとチャートに書いていきますと、例えば今から雇用統計発表されるとしたら最大が1円50銭ということなので、このあたりですね、163の35ぐらい、まあ、下50ポイントということなので、先ほどちょうど出したところで161円の20ぐらい、はい、このあたりのこう変動を予想しているということですね、うんうん、はい、ちなみに毎回このニュース動画で聞いてるんですけど、金曜日の雇用統計までに為替介入は来ると思いますか？うん、来ないでしょう。はい、僕も来ないと思います。まあ、163より上で2円ぐらい駆け上がれば、まあ最低入るかなとは思ってますけど、発言とかを見ても一向に来なさそうですね、うん、一向に来ないんじゃないかな。神田財務官も交代ですし、はい、あんまり刺激与えないんじゃないですかね。まあ、これらを見るとじゃあ163円待ったなしって感じでしょうか、うんうん、引退瀬戸際でやってまたビューンって上がっちゃってたら、おめえしっかり残してやめることになるんで、まあ、よく今神田さんはよくやったっていうぐらいの評判なので、このまま終わるんじゃないですかね。なるほど、そういった神田財務官個人の事情を鑑みると、うん、この1ヶ月何もやらない可能性があると
うん、そういった読み方も確かにありそうですね、うん、日銀まで刺激を与えない日本人らしい考え方でいくと、うん、そうでしょうと。なんせ今月、うん、最終日31日が FOMC と日銀ですからね、はいはい、なかなかスケジュールも大変でございます、はい、7月になりました。本日のスポンサー広瀬通商ライオン FX さんの食品キャンペーン紹介のお時間になります。今月はラーメンが4種当たります、うん、はい、醤油味噌豚骨塩というところで、まあ、こちらもはや定番になってるんですけれども、うちの会社では豚骨が一番人気になっています。今回伝説のホワイトライオンペッパーということで胡椒も当たりますし、なんとですねライオンチャーシュープラスも当たって、うん、さらにご飯も、うん、メンマも当たります、うんうん、ライオンチャーシューいいね。チャーシューなんか400グラムございます、はいはい、特になぜかラーメンセットにご飯が来るんですけど、これね、うん、朝ちょっと時間がない時とか、うん、さっとご飯食べたい時とか非常に便利なので、はい、ぜひ狙ってみてはいかがでしょうか、はい、7月の配信予定をご紹介します。まずは今週末アメリカ雇用統計ライブ8時30分から放送していきます。そして10日水曜日は仮想通貨ライブ楽天ウォレット松田さんを迎えて、お届けさせていただきます。ビットコイン1年後に3500万の予定が出てますので、うん、ぜひそのあたりまで、ね、掘り下げていきたいですね、はい、そして11日アメリカ消費者物価指数 CPI ライブが遠藤さんとお届けさせていただきます、はい、これさあはい、あぶれたらすっげえことになりそうな気がするんですけれども、ね、個人的に雇用統計でここまで上げてさらにこう何もないと前月比のあのここがさらにこう上がっていくわけですね。びっくりサプライズで5円ぐらい飛んじゃうとかさ。5円上がるんですか。うん、 0.2 ぐらい上がっちゃったりとか前月比で、まあ、でも数字の出方次第で本当に消費者物価数で逆パターンあるかなってふと考えてます。165とかはね十分あり得るかもしれないので、うん、僕6月の雇用統計と賃金上昇率を考えると、あ、そして株高ですよね、うん、物価上昇しちゃってるんじゃないのかな、なんてのふと個人的には逆を考え始めました、うん、はい、個人的にはですね5月末ぐらいから、うん、あのウォルマートとか、うん、まあ、小売業者ですね、ターゲットとかが値下げを行ってたので、うん、それを考えると私は6月の物価は下がると思ってます。あ、そう、はい、まあ、答え合わせ2週間を楽しみにしていきたいと思います、はい、この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。皆様の相場の見通しなどご意見ありましたらぜひコメント欄に書き込んでいただけると嬉しいです。以上、ヘルピー小山の FX トレードルームでした。ご参考まで。